池田菊恵は、神奈川県出身のバイオリニスト。元イエール大学音楽院教授、シンシナティ大学客員教授、ニューヨーク大学講師、先属学園大学客員教授。現在、東方学園大学特任教授、サントリー室大学アカデミーファカルティ、メドゥマウントスクール・オブ・ミュージック講師。2013年外務大臣表彰受賞。神奈川県在住。 横須賀市生まれ、川崎育ち。海星学園中学高校卒業後、東邦学園大学において、バイオリンを、スミサブロー、ジョーゼフ・ギンゴールド、室内医学を、斉藤秀夫に指示。1971年に渡米。旧憩生として、ジュリアード音楽院で、ドロシー・ディレート、ジュリアード弦楽四重相談に指示。日本音楽コンクール、ワシントン弦楽器コンクール、 ポルトガルでのベーナダモッタコンクール等で入賞している。日本在住時に、読売日本交響楽団、東京都交響楽団、東京交響楽団と、ソリストとして共演。1970年に東方ストリングオーケストラのコンサートマスターとしてヨーロッパ公演に参加。1974年に、枕トシ子が、 東京クワルテットを脱退したため、第2バイオリンとして加入。2011年11月、2013年6月をもって1974年の加入以来演奏を続けてきた東京クワルテットを引退することを磯村和秀と共に発表した。脱退後も音楽活動を続ける予定で、池田は37年にわたって支え続けてくださった。 仲間やお客様に心から感謝いたします。室内楽は私の喜びであり、これからは演奏活動と更新の指導に残りの人生を捧げられたらと思っていますと語っている。BGM、RCA、ドイチェ、グラムフォン、コロンビア等から発売された60枚以上の録音は グラミー賞7回ノミネーションなど欧米各国の音楽賞を受賞する。今まで使用した楽器は、コーコラン美術館から貸与された、ニコロ・アマティ1656年生、ルイ14世と1672年生の2長、日本音楽財団より耐与の1680年生、ストラディバリウス、パガニーニ。1971年以来熱烈な、ニューヨークヤンキースファン。 ありがとうございます。